武闘派のメインが一番嫌だよ。相手もそうだけどさ、戦いたかったようで、やっぱり戦いの感覚たくないという気持ちも入場直前まで消えなかったし、そして何よりも、そうそうたる諸先輩方が腕組みしながらあちこちから試合に慣れてることじゃ、武闘派のね、しんどいの本当に。ねえ、スーパークラフトは許さんよ。あんた、アンダーカードでお茶煮干してるからレスラーじゃねえんだ。なあ、今後どうやって使っていくか、武闘派さんのフロントは考えることだけども、ねえ、もう一回やりたいようなやりたくないような、いやもう実質もう俺も負けだろ、本当に何で俺勝つのか自分でも意味が分かんねえな。はい、というわけでございまして、本日も武闘派いかがだったでしょうか。ね、今後スーパークラフトの運を今後どう使うのか、大きな拍手を。今後のスーパークラフトの運の使い方なんかね、提案したところで何でもこれで活動休止と。ね、まあなんか私少女のブログ前はチェックしておりましたよ、ランニング行く前に。まあ詳しいことは分かるけど、要は金が回らなくなったとね。まあそれもチャンピオンの私に集客能力がないからですから、これは私の責任ですわね。こんな昔の NWA 全盛時の頃だったらね、まあその日のギャラ、興行収入のパーセンテージに払われてたから、メインに出る選手が収入があればあるほど下がるね。確かにこの現場パーセンテージに払われてるわけでもねえけど、私の集客能力のなさ、私のこのプロレス全然プロレスは響いてなかったみたいですからな。ああ、いや、やっぱりさ、大技乱発 2.9 プロレスにはかなわねえよ。いや、あっちのスタイルのしんどさも俺十分分かってんだよ。だけどさ、これだってプロレスじゃない。まあ長くて1年ですか、私も本当ね、いつもかどうか分かんないですけど、まあ多分やってるでしょう。また再来の暁には皆さんよろしくお願いします。はい、これからはまた主催者任せのね、誰にも言ってて、マイクアピールでね、前回の大会でね、私歯をかけてスーパークラフターゲート渡辺塾長でやりたいって言って、まあ次やりましょう、なんだったら60分やりましょうかね。そしてもう一つ実はね、いるんだな、この会場に。まあ名前は言いませんけどね、私平成3年の5月でしたか、確かそこでね、ウィングの後楽園ホール大会の入門テストを受けたんですよ。その時に結構ね、ウィングでデビューできなかったけど、なんだかんだいろいろ巡り巡って努力して、這いつくばって食らいついて、結構ね、インディー団体にデビューした人が5人ぐらいいるんですよ。そのうちの一人、名前は言わねえ、確か俺と一緒にあの日、30年前に入門テストを受けた人がいますから、そいつとやらせてもらうじゃねえか。さまざまな紆余曲折を経て、ようやく武闘派
ークで巡り合ったんだ。ああ、どれぐらいネットで情報出てるかな。あの当時ウィンクの入門テストを受けたメンバー、各自調べてちょうだいよ。ああ、すぐに答えを出さねえぞ。なんて俺は性格悪いかな。本日のメールと顔を飛ばして30分に登場が20分40発表、20分40発表、新井健吾選手の歌唱であります。本日のお知らせ、新井健吾選手、大会覇王、応援戦記念の